気仙沼海上保安署の巡視艇笹風。2代目として1995年1月に配属され、およそ19万3000キロを航行しました。この間、海難救助や海上犯罪の取り締まりに関わったほか、東日本大震災の際には行方不明者の捜索に当たりました。式では船長が国旗と弔旗を気仙沼海上保安署に返還。船の番号がペンキで消されました。笹風は震災も乗り越えた船ということで、寂しい気持ちも私もありますが、装備も新たに新しい船も来るということで、そちらの方も、期待しているところです。3代目の笹風は今月30日、気仙沼港に入港することになっています。